モン通販さん。今日紹介するのは産業と環境の町、宇部市だ。宇部市？それはどこにある町なの？宇部市は本州の西の端、山口県の南西部に位置する産業で発展してきた町なんだよ。市街地からすぐ近くに山口県の空の玄関、山口宇部空港があるから、飛行機を使えば東京からたったの90分で行けちゃうんだ。そうなのね。でも産業と環境の町ってどういうことなのかしら。まずは産業からだ。宇部市は工業を中心とした中国地方有数の近代的な都市として有名なんだ。それだけじゃない。瀬戸内海に面していて気候は温暖だし、北に広がる丘陵地には豊かな自然が広がっている。なるほど、だから産業と環境の町なのね。実際に移住した人に話を聞いてみたから聞いてくれ。以前はですね、農業誌専門の出版社にいまして、福岡支社だったんですけども、そちらの方で営業を専門にさせていただいてました。こういう稲刈り前の田んぼであったり、このすっごい綺麗な青空であったり、夕焼けであったり、あーって見とれてしまう時間があるんですけど、そういった時に本当ここで良かったなって思います。素敵ね。教育環境はどうなの？絆を大切にする宇部っ子を地域ぐるみで育ててるんだ。山口大学工学部や医学部、宇部フロンティア大学、宇部高専もあって、学校はフルラインナップ、とても充実した教育環境だ。そして宇部市は野外彫刻では全国的に有名で、世界的な彫刻展宇部ビエンナーレが2年に一度開催されているんだ。それじゃあ宇部に実際移住したこの方にお話を聞いてみよう。宇部市長の久保田紀美子です。実は私も20数年前に宇部に移住をして、子供を産み育て、そしてやりがいのある仕事に出会うことができました。次はあなたの番です。市長も移住してきた人だったのね。だったら安心して住めそうね。ということで本日の目玉商品の確認だ。宇部市、活力ある産業と海と山に恵まれた環境、子育て環境も充実、暮らしてよし、働いてよし、魅力の街。宇部市に住むなら今がおすすめ。0836-34-8480、宇部移住定住サポートセンターコンシェルジュまで。